はい、お疲れ様です。パイオニア DJ がそのブランド名の名のもとにですね、DJM の新シリーズを発表しました DJMV10 です。発売は2月の下旬ということなんですけれども、まあ、昨日発表になってですね、プレスリリースがバッと出て一気にこう SNS とかでもその情報が駆け巡りました。今回のミキサーはですね、まあ、パッと見て、おっていう特徴的なところはまず6チャンネルあると。そして、ハイ、ミドル、ローの3バンドイコライザーではなくて4つと、4つのイコライザーになった。つまみも、チャンネルフェーダーも増えた。ダーン。パッと見はもう完全なる要塞のごとしでございます。でですね、この手のミキサー、DJ ミキサーっていうのは、基本的に、まあこういう僕なんかもそうですけど、シンセサイザーとか、ここにトーライズとかありますけれども、こういうような機材をどんどん DJ ミキサーに混ぜ込んで、さらにまあレコードも鳴らしたいと、いろんな音をこうですね、どんどんミックスして、で、ブラッシュアップして曲を作っていくと。そういうようなジャンルにおいてですね、正直確かに4チャンネルだと僕も足りないと。どうしようかなっていうことで配線ももうなんだかんだガチャガチャしていますけれども、これをフォノとラインに切り替えたりとか、そんなようなことをいろいろやってたんですけど、6個あったら問題が解決します。今僕の悩んでた問題、ルーティンの問題は解決します。そして、センドリターンっていうね、まあエフェクトをもうかけてまた戻すとか、そういうようなより音作りだったり、楽曲制作っていうところの方に、深いガツッと、深みが増したミキサーです。でですね、まあ僕もまだこの動画を撮ってる今日の時点でですね、触れていないので、音質の方だったりっていうものはまだちょっとお話しできないんですけれども、パイオニア DJ の横浜ラボの方にですね、やはりそういうことに詳しい開発側の方とかいますので、ねえ、これはどういうことなんですかっていうことでですね、まあ、近日中にいろいろ聞けるものは聞いてこようかなと思っております。もちろん触ったりすることがあれば、それもすぐこうやっておしゃべりしたいと思います。6チャンネルミキサー DJMV10 と、2020年のですね、まあなんか、最近この間そういえばベンツもですね、かなり近未来的な車のデザインを発表して話題になっていましたけれども、なんかこう、また新しい時代が一つ歯車がガチャンと動いたかなと、そんなような感じがします。あとは個人的感想で言うとですね、DDJ の200、Bluetooth とスマートフォンとのこういうコントローラーの、そっちの方の裾野を広げながらも、6チャンネルの4イコライザーミキサーということで、エフェクターもハイパス、ローパスと、フィルターの方もね、こう、今までの一発のフィルターでこうするんじゃなくて、ローパスかハイパスかと分けれてかけれたりとか、そんなような調整が細かくできると。そしてもちろん、サウンド回路に関してはめちゃくちゃいい音で撮れると。そっちの方にも、こう、ガッと間口を広げてきたということで、非常に楽しみです。まあ今回の6チャンネルミキサー、僕みたいなタイプの DJ はもう非常にワクワクしたわけですけれども、皆さんはどう考えでしょうかということで、今回の動画は以上になります。もしよかったらまたよろしくお願いします。